おはみーたん、おはみーたん、本日2回目の配信です。ちょっとママたちがねいなくなっちゃったんですよ。なので本日2回目配信です。おつみーたん、ありがとうございます。さっきからね2回目なんですけど、おは、おは、そう、ちょっとね、なんで2回やるかと言いますね。おつみーたん、ありがとうございます。おつみーたん、ありがとう。また始め、そう、ちょっとね、ちょっと待ってくださいね。おかえりなさい、おかえり、ありがとう。2回目早い、そう、2回、なんかママが、ママと妹がね、テニスに行ったんですよ。テニスに行ったね。あら、ポストさん、そう、応援ね。ありがとう。今日はクアラのマーチ買った。本当にミュー売れた？ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとう。ハートのゲストありがとうね。また来た、そう。あ、今桜のキャンペーンあれじゃない？投げられる星が、ありがとうございます。ありがとうね。置いていかれたというかね、テニスに行ってるらしくて、家に誰もいなくて、ミユだけで配信しようかなとも思って。お、配信まだ、そう、2回目ありがとう、ありがとうございます。1日に2回ってあんまりしたことないのでレアです。桜のギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとう。人気中は体調遠慮していかなかったのかな。うん、あのね、あのテニスはもう行かないので、もともとね、なので行ってないです。おつみーたん、仕事終わって、あ、そうなの、電車の中なんですか。風邪治った、なぜ治りました。治ったっていうかね、風邪ではないんだよ。なんか声がただガラガラで、なんか咳が出るみたいな感じなんですよ。こんばんは。2回、そう、2回ね、みんなありがとね、2回も来てくれて。どうして、どっちがいいかな。あ、1回目はツインテールやったので、2回目はこれでいけます。おつみーたん、さっき、そう、見たら終わってたから、あ、よかった、ありがとう。ちょっと本日2度目の配信ですよ。おつみーたん、みえちゃん、そう、妹とママがテニススクールに、妹のね、行ったので、こんじゃテレコール、ね、じゃあ今候補、あ、じゃあ候補今撮ります。じゃあ候補撮ります。ちょっと待って、髪の毛だけ、2回目配信で、あ、ちょっと待って、な、仕事終わりなので、ありがとうございます。ちょっとテロップ出します。本日2回目のいいんですけど、ファンネームの候補って書きますね。ファンネーム候補、よし、おつみーたん、ありがとう。あ、みゆちゃんの誕生日って、自分、え、そうなんですか。25、みゆ4月15なんですよ。え、そうなんだね、二度目やる。あ、そうだね、先ほど言ってくれたのが、確かになんかママが行くってこと知らなくてね完全に今日は終わった。確かに、おつみーたん、ちょっと寒いので着てます。脇自由気は、そう、できます。やった。何が、ちょっと待ってね、今日は8時半に仕事が、2時半に終わって、さっきも、あ、そうなの、さっきまで出たんだ。ありがとうね、みんな、お顔かわいい、ありがとうございます。唐突でも、ありがとう、嬉しい。晩ご飯抜き、え、なんかね、後で食べるらしい。今みやもお腹空いてないので、はい、晩ご飯抜き、晩ご飯抜きじゃないんですよ。待って、またぐちゃぐちゃになっちゃった。僕の誕生日4月、え、そうなの、4月6日、いや、4月15。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なんか声もね、全然大丈夫。こんばんは、ありがとうございます。最初に番組、ね、16歳、早いわ、本当に。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。僕の誕生日はみーたんから約、あ、そうなんだ、5月15日、そうなんだね。制服の目は前の方の右の方の、オッケーオッケー、じゃ、あの、絶対探します。前の方のオッケーオッケー。なんさっき我慢しないでおかしい、え、そうだよね。でもね、下にもあるけど気持ち悪くなっちゃったら嫌だから。今週末誕生日、お、誕生日迎えるんですか。じゃあまた祝います。上1枚羽織ったね。そう、寒いからね、今日はさ、そう、今日寒いからね。いや、普通についてるのがいいかな。
おつみたん、三つ編みかわいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうね。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとうね。結ぶの右が大変難しいんですよ。桜のギフトありがとうございます。なんかまず、なんて言おうとしたんだっけ、あの、なんて言おうとしたんだっけ、なんて言おうとしたんだっけ、なんて言おうとしたか忘れた。え、絶対なんか言おうとした、なんて言おうとしたかな。誕生日プレゼント何もらえますか。何もらう、え、何もらおうね、何もらおう、何がいいと思いますか。でも服もらいたくて、可愛いですかね。いや、なんか変かもしれない。何がいいと思いますか。ハミータン誕生日当日なの、あ、本当に、そうか、4月6日じゃないか、あ、31、前も31の制服の目がどちらかというと本当に神手側で OKOK、 探しますね。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。話しながらさっと、そう、三つ編み得意、ま、できます。4日もみゆちゃんで、そう、みゆちゃん4日も出演しますよ。三つ編みーな、ありがとうございます。イエイ、かわちありがとう。こんばんは、こんばんは、おつみーたん、かわちかわちありがとうございます。4月4日公演、お、本当にありがとう。さあ、乗ったで、お母さんもお父さんもお出かけ2人きりなので、あ、そうなんだ、あったんだ。おつみーたん、ありがとうございます。お洋服ですか、好きなブランド言ってみたら。お洋服、お洋服、ナイスクラップが好きなんですよ。好きで、好きなんですよね、可愛いんだよね本当に。こんばんは、おつみーた、あ、そう、ファンネーム何、まず似合ってます、ありがとう。似合ってますね、ありがとうね。でも今日はみんなとね、オッケー、みんなとね、みんなとね、ドラゴンズオープン、すごくない。みゆちゃん、ダウトが好き、大好き、ありがとう、嬉しい。ダウト歌い出しね、歌い出しなんで、アンテナドラゴンズリーム、ドラゴンズリームじゃあ、にまずみゆが1個目考えてるのはラブミューズもいいなと思っています。今書いてます。皆さん提案してくださいね。え、どうやってみんな決めてるんですか。桜のギフトありがとうございます。だるまのギフトもありがとうございます。ちょっとね、2日ぐらいかかるかもしれない。ミューズ、ミューズ、ちょっと待ってね、全部入れます。全然字がうまく書けない。ドラゴンズミーター、ドラゴンズミーター可愛いよね。でね、ミューズ、ミューズ、ミューズ、かわいいね。合格キスのメガネ、あ、合格キスのね、メガネね、ラブミューズいいよね。そう、いいんだよね、いいよね。松があるなら僕、まあ、ミューボックリにしますか。ミューボックリミューボックリ、松川ミューと愉快な、え、それもかわいい待って、4個目だね。松川美優とと愉快な仲間たち、ドラゴンね、それな、ドラゴンズね、仲間たち、ドラゴンズ本当期待ですよね。ミューズはメガ、そうなんだよね、ミューズはメガネだね。まあ、お芝居教えてくれたよね。ミューちゃん土曜日ドラコンユニフォーム似合ってて、お揃いのデートの雰囲気でやるつ、ありがとうね。ドラコンユニフォーム可愛かったでしょね。こんばんは、こんばんは、ただいま、ありがとうございます、ありがとう。とミータンズ、ミータンズと
こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございました。昨日、昨日か、昨日と一昨日ありがとうございました。これをまずちょっとどうしよう、明日投票するみゆだから、明日みんなちょっと待って、テロップに書く、明日絶対と、明日絶対来てって書くね。前誰かがナイスな名前提案してたよね、忘れたけど、ミータンズ、ラブミューズ、ミューズ、ミューズ、ミータンズ、オスミータンズ、ミータン、松川ミュージロ、松川ミュージロ可愛いかもしれないね、え可愛くない、難しいね、いろいろに提案してここに書いて、ミユがちゃんと夜なんか決めてみたいな、明日何時頃配信感じにしよう、みんなが来れる時間がいいですよね、多分このぐらいの時間かもしれない。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとう。なんかね、ここにね、なんか痛いブツブツができて最悪なんですよ今。やっぱりツインテールにします。ミュージアム、ミュージアム、どこかのファンでパクリで松川翔司、松川翔司会社の名前みたい。こんばんは、やっぱり、やっぱり仕事終わり、そうだよね、みんなね、みんなね、なんかね、ちょっとさっき休んだらね、声の絵治ったんですよ。うん、おつみーたん、ありがとうございます。一日に2回さ配信したことがなかったからさ、すごい今日ね、いいです。あったかもしれないけど、めちゃめちゃ久しぶりだから、お茶、そう、お茶です。絶対さっきの方がツインテールうまくできてた。うん、桜のゲストありがとう、お茶、そう、お茶だよ。みゆみゆ、あ、みゆみゆ、ちょっとこれも入れときます。みゆみゆ、ハナなんかディズニー行く約束してた、してた、したって言ったけど、サータンとルゴランド、そうなんだよね、でもね、両方行きたいんだよね。星のゲットありがとうございます。だってもう楽しい、なんかみゆ、あの学校の子たちみんな卒業旅行行ったんですけど、みゆ行かなかったのね、だから行けますよ絶対、これが卒業旅行ということで。みーたん応援、応援したい、かわいいね、両方行きたいです。なんか遊園地とかって全然行ってなかったから本当に嬉しい。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。みゆツインカー、ありがとう、嬉しい。ラブミーユーズ、好きな先輩、あ、そうなの、ラブミー、ちょっと待ってね、ラブミーユー、待って待って待って、はなちゃんとも、ね、約束したんだよ。おつみーたん、おつみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。一人称み、一人称み、みゆ、みゆ、みーたん、みんなちゃんと書かす、そう、中学校の卒業、あ、なんかあの友達と行くみたいな感じで、ミユは行かなかったんですよ。ジェットコースター好き、ジェットコースターね、あの高所恐怖症だけど楽しいから好きです。
ドラゴンの神宮開幕だね。俺も行くけど、あの本もそうなの、行きたいな。ミューズありがとういっぱい提案。ちょっとさ、チラッありがとうございます。もしかきれない部屋だったらロギンかきれな、かきれなさっき配信ですよね。花菜面倒見、そう花菜面倒見ですよ。みゆめ、みゆめ、みゆめ、いやなんかすごい、なんかさツインテールが全然うまくできなくなっちゃったんだけど、なんで。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。こっちかな、あいっか。さっきね、あの声が咳しちゃったりして、あの歌えなかったのでうまく歌います。 Me, you, 私、あそれいい、え、めっちゃいいじゃん、かわいい。私たちあなた的な、いいですね、かわいい。それこんばんは、今日配信2回、そう2回します、今日は2回しました。かわいいからじゃない、かわいいからじゃない。何歌おうかな。え、ちょっと美しい謎も歌おうかな。え、大丈夫かな。ちょっとなんか分かんなくなっちゃったら急に止まるかもしれないです。すいません。ワク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 です。こんばんは、ありがとうございます。高所恐怖症のジェットコースター好きなのか。そう。え、なんか好きというか楽しくないですか。こういう形になる、なんかねないんですよあれ。あのカラオケのやつに、みー有効、あ、そういうこと？ちょっと歌います。本当に神言葉、おつみーたんありがとうございます。僕は君のために、君は僕のために、何を求め合って空を見て、もしも太陽が昇らなかったのなら、僕たちの恋も燃え上がらなかったよ。真夏の日差しに枯れることもなく、水着のラインも気づかなかった。横切って愛しさがギザギザと心に刺さる、美しい稲妻さ、すぐ後に響くのは近すぎる想い、両手を広げて愛に打たれよう。濡れた砂浜に人影も少なくて、場所取りのシート風にめくれ上がるよ。おへそを取られるといきなり出して、 T シャツの袖で隠そうとする、不明の雨雲に一筋の光こそ僕の感情。やがて永遠の稲妻さ、ずっとまぶたの裏残るもの、夢よりも鮮やかに焼き付けられた永遠の稲妻さ、落ちたのはどのあたり、二人だけでいい、そう平井心に僕がなれるなら。
ありがとうございます。音符のギフトたくさんありがとうございます。ありがとう、パチパチありがとう、パチパチありがとうね、パチパチありがとうございます。すごいありがとう、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しいです。なんかカラオケでやったらいろんな歌が、なんか制服の目とか歌われてた。パチパチありがとう。難しいので、まず難しいよね。今まで気づかなかった、こんなところに咲いていた道端の花よ、突然今日心がハートしたよ、昨日より美しく見えたんだ、いつものスニーカーも僕も変わっていないのに、そこで立ち止まったのは季節のせいなのか、恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ、ドラマティックだ、ありがとう。眩しく見えたのはそういうタイミングか、恋愛は近くから知らぬ間に始まってるよ、意外な展開だし自覚症状はないんだ、少しずつ少しずつ
私を見つけるよ、あの日からスタンバイユー。お気に入りもたくさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、誰も見ない、本当も出会ってる、世界で一番愛し合えるその誰か、何があっても心配しなくていいんだ、君は一人じゃない、恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ。ドラマティックなことなんて何も起こらなくても、君とも出会ってる、いつだってスタンバイユたくさんありがとうね、パチパチありがとう、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。パチパチありがとうございます、ありがとう。スタバミユキチにあった、海この歌本当に大好きで、もうこの曲大好きなんですよ。パチパチありがとうございます。まあでもちょっと歌えなかったらね、いけないので。うん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 、パチパチありがとうございます、ありがとう。ドスミーボンジュール、ドスミーボンジュール、こっちゃんとみゆが混ざってる、うまいね、ありがとう。地元のショッピングモールでレジに並んでる君を見かけた。カートはトイレペーパーだらけ、きっと休むにね買い込んだんだね。声をかけようか、ストーリーしようか、大好きな人へ、あたあたふざけるかな思い、勇気を出して気合を入れて、どんどん近づいてみよう。万歳ヴィーナス、両手を上げて、なるようになれとつぶやく、これが青春だ、恋なんだ、失うものなんだね、万歳。Love it.
かれ赤く砕けるかな思い勇気を出して気合を入れてどんどん近づいてみよう万歳ビギナス両手を上げてなるようになれたつぶやくこれが青春だ恋なんだ失うものなんかね万歳万歳ビギナスありがとうございます。ちょっと声ガラガラかも。音符やレインボーギフト、レインボーのスターのギフトありがとうございます。パチパチたくさんありがとう。ありがとうございます。ほんと今全然上手くなかった。うまい万歳歌声ほんと好き。ありがとうございます。パチパチありがとう。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうね、嬉しいです。ありがとうございます。ラスト歌います。ラストですよ。ラスト歌いますね。素敵でした。ありがとうございます。パチパチありがとう。ありがとうございます。歌踊りながら歌うのってそう結構ねハーハーなりますでも楽しいから好きですけど。乗ってるだけで始まっていない。
けてみたいけれど周りの目が気になるんだ。誰にも言わないでも皆には隠しておきなくなってしまう。月は恥ずかしい、青春時代はもどかしくて思い通りにはできないけれどちょっと勇気出せないから。誰かのこと好きになると本当の僕じゃなくなって自分を嫌いになるよ。君を独り占めにしたい、そんな自己中な思いに全てが気になる。こんなに好きだというこの気持ちをどう表現すればいいか僕には何もわからない。だから勝手に嫉妬して片思いが切なすぎて何度も落ち込んでしまう。もう恋なんかしないと誓ったのに好きになっちゃった。ありがとう、みゆ頑張れ、ありがとう、パチパチありがとうございます。ペンライトのゲストたくさんありがとうね、音符もありがとう、みゆちゃん好きになっちゃった、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、パチパチね、本当にありがとうございます、ありがとう、すごい目が作りそう、パチパチありがとう、切なくさやかな、ありがとうございます。好きになったわ、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。お団子のギフトありがとうございます、パチパチありがとうございます。ということでちょっともうね壇上を読みますね。みんなありがとうね、なんか今日は2回も配信してしまったけど急に。ママは歌わないのか、そう、ママは歌わないですよ今日。パチパチ、曲がキーホルダーになった、キーホルダー、いきます。13位の方、いちごの耳の猫さん、ありがとうございます、ありがとうね。こんばんみーたん、今日も可愛い、ありがとうございます。12位の方と、ラーメンの中から犬、ラーメンの中から出ている犬さん、ありがとうございます。12位の方、カニの、カニの、カニの、すいません、カニの帽子の目がクリクリな女の子、ありがとうございます、ありがとうね。 10位の方、恐竜さん、ありがとうございます。9位の方、ハートを持ってる妖精さん、ありがとうございます。8位の方、大馬さん、ありがとうございます。7位の方、野球をしている男の子、ありがとうございます。6位の方、マスクをしているクロミちゃん、ありがとうございます。5位の方、大阪のおばちゃん、ありがとうございます。4位の方、ハンギョドンの帽子をかぶっている男の子、ありがとうございます。と3位の方、タコとイカさん、ありがとうございます。2位の方、赤色のロボットさん、ありがとうございます。1位の方、ラッコさん、ありがとうございます。たくさんありがとうね、これじゃない、ありがとうございます。ウハミータありがとう、ありがとうね。だ、皆さん今日も2回配信したんですけど、たくさんの方来てくれて嬉しかったです。だ、皆さん明日は本当にファンネームを決めようとか投票したりするので絶対見に来てください。多分今日と同じ感じの時間になると思うんですけど、ちゃんと、ま、次明日はちゃんと時間を設定します。なのでもう皆さん絶対来てくださいね。では今日もありがとうございました。歌も歌ってたくさんコメントもありがとうございました。本当に嬉しかったです。では皆さん明日からも頑張りましょう。ありがとうございました。バイバー、ありがとうね。ありがとう、バイバーイ。